1ヶ月ぶりです1ヶね。月ぶりですね。はい。2人とも青鬼になりまして。もう、完全に愛さんリスペクトの青です、これは。ごい、リンクしてます画面越しで見るとかなり同じようなね。私もこうしたら、こうしたら愛さんですね。そう、いや、で実もはすっ先ご月、い似合ってる、すっいごや、い似嬉しいです、嬉しいです。先月のインスタライブをさせていただいたときは、赤鬼さん、青鬼さんだっ合ってる。そうたんなでんすですよ。けど、そう、時も実は愛さん、それよりちょっと前から確かブルーにされてたので、あ、かわいいなって思っていたんですよ。男を赤にしてて、やっぱちょっと我慢できなくて、愛さん、我慢できはない。い。愛さんに近づきたくてこうなってしまいました。でもすごい似合ってる。なんいかや、ブルーって結構取り入れにくそうな色に見えて、意意外外とね、と、色でもいけますよね。私もなんかそれが好きで、あんまり意外と色を選ばないっていうところで、こういう色に何回も染め直してるんですけそうど、ですよね。一メイ回クやりがたなんか、メイクが結構楽しくなりました。なんか、あ、これねも合うんだ、これも合うんだとか、え、はよかっい、たです。参考にさせていただいております。はい、というわけで、ちょっと今日はですね、愛さんに、まあ、なかなかいつも商品をご紹介していただきながらの配信になるので、いつもこう聞けないなっていうような内容も聞いていきたいなと思っているんですけれども、早速質問していきたいと思います。よろしくお願いはしい、お願いします。というわけで、愛さんといえば、日々、インスタライブで、なんかいつも違うメイクをされてるじゃないですか。こんな使い方もあるんだとか、可愛いメイクを、届けていらっしゃって、で、きっと今見てくださってる方も、愛さんのメイクのファンの方がいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、そのメイクのなんかインスピレーションみたいなのってどういうところでなんか受けてるのかなっていうのをお伺いしたいなと思ってたんですが、そうですよね。なんか結構よく聞かれるんですよ、インスピレーいシや、ョンそうですよのこと。ね。なんか私もすごい考えたんですけど、インスピレーションを受けるところは、なんか世の中にある色味なのかもしれないと思いました。例えば、そう、渡辺さんが今青に茶色、高血糖みたいな感じのチョコレート色みたいなの着てるじゃないですか。その色の組み合わせを見て、あ、かわいいなって思ったり、ブルーと、なんかちょっとだけ濃すぎないブルーにオレンジかわいいなって思ったり、なんか基本的にやっぱり色を組み合わせることが好きで、こうメイクですごく目を大きく見せたいとか、なんかこうすごく顔をここを細く見せたいとか、なんか私のメイクって多分そういう感じじゃない確とか思うんですよね。に。なんかどちらかというと、まあでももちろんバランスを見て、まあここはもうちょっとこうふわって見せた方がいいなとか、パチって見せた方がいいなとか、そういう時もあるんですけど、ただ基本的にはやっぱりファッションとの全体のバランスを見て、あ、これにこのリップしてたらかわいいとか、このバッグにこのリップが似合いそうとか、なんか日々街を歩いてても、あ、意外とあれとあの色の組み合わせとか、そう、絵の具とか見ても、あ、これとかわいいかもなとか、なんかそういう意外な色の組み合わせを見つけるのが結構昔から好きで。なるほもうど。なんかこうあんまり突然出てきた色っていうよりも、自然界の中に色ある色が私の中では組み合わせ的にはすごい多いから、こう、まあ髪の毛はすごい原色っぽいですけど、ちょっとくすんだ感じの色とかが好きなんですよね。そうななるのほどで、ですなんかそね。ういうところからインスピレーションを得てるのかな
って思いました、振り返ると。いやでもそういう風に聞くとなんか見え方が変わってきますよね。ちょっと街歩くでもなんかこれもメイクで取り入れられるかもっていうなんか視点で見てたらすごい面白そうだなって思いました。ね、そうなんですよね。なんかあの、多分昔からそれはすごい好きで、なんかいろんな人を見てても、うん、もうちょっとスカート短い方が可愛いなとか、あ、はいはいはい、もうちょっと長い方が可愛いなとか、裾広がってない方がいいなとか、うん、なんかこう、あ、首元それ詰まりすぎだなとか、うん、その人には空いてた方がいいとか、うん、なんかそういうのをずっと見るのが好きだったんですよね。だから結構バランスが取りづらい洋服よりもバランスが取りやすい洋服の方が好きっていうのも、うん、なんかあのそういう感じかもしれないです。なんかメイクにしてもあのだからちょっとバランス取りすぎちゃう部分もあるんですけど、バランス取りすぎちゃうとなんか形にこうはまっちゃう感じになっちゃうから、うん、なんかそこは自分の中でなんかアンバランスなバランスを見つけて、うんうん、こう取り入れていくのがこう最近好きですね、うん。はい、でもやっぱあれですよね、美容師さんとかメイクさんとか、うんうん、すっごい見てらっしゃいますもんね。なんかこうきっと無意識なんでしょうけど、うんうん、あ、ね、あそういうことか。美容師さんとメイクさんが人のことを見てる、うん、あ、そうですそうです、うん、見てる見てる、そうですよね。そうそうそう、だからなんかあの美容室とかで働いてる時も、うん、まずお客さんが来た時に全身を見る、なんかあのクロスカットクロスつけてたら分かるから、はい、全身を見て、あ、なるほどね、こういうのが好きなんだなっていうのを割ともうインプットした状態であの提案する。なるほど。そうだからこう絶対に顔と髪の毛と服は切り離さなくて、あのファッションとヘアとメイクですね。だからなんかトータルで考えるのが好きです、はい。でもなんかトータルで見てくれてる方にやっぱやってもらえるって思うと、うん、なんか信頼感というか、うん、やっぱだから愛さんのね、あのメイク個別でこう受けてる方とかもきっとそうなんだろうなって、うんね、そうやって見てもらってメイクしてもらうの羨ましいなってすごい思いました、うん、嬉しいですいや絶対そうだろうなと思うんですけどえ、それこそ今愛さんはあのご自身のインスタグラムでこう毎日メイクされてるじゃないですか、はい、ほぼ毎日配信されてますか、最近だとどうですか。インスタライブは週に2回なんですけど、うん、リールとか投稿とか何かしらストーリーとかは、投稿するように頑張ってます。そうですよね、ほぼ毎日、はい、アイさんの新しいメイクが見れるなと思うんですけど、うん、ああいうのってそれこそのそのなんか街で見たインスピレーションを受けて、はい、今日はこの色使ってみようってその場で考えるのか、うん、なんかそれともちょっとこう投稿する前から今日これとこれとこれっていうのを一回シミュレーションしてされてるのかどうなんだろうっていうのも気になってました。そうですね、結構ね、うん、前にすることが多いです。前日に、うん、前日とか、その寸前じゃないけど、うん、に一応色を確認してみて、なんか画面越しで見るのと実際につけた色もまたちょっと違うんですよね、うん、だからこう両方いけるものを選ぶようにしてます。なんかそうじゃないとやっぱり、まあ、もちろん時間がなさすぎてちょっと今日その場でやりますっていう時もあるんですけど、あ、やばい違ったって思うともうあのその場で撮ります。あ、ちょっと違うなと思って撮ったりちょっと違うなと思って上から足したりとかはするんですけど、はい、基本的には、その前に考えてたものを、前日の夜にやってみて、あ、これがいいなとかで、やってるとどんどん、あ、でもあれがいいかもとか、なんかこうどんどん出てくるから、うん、なんかその時間ってすごい自分の中では大事で、うんうん、やっぱりこうなんていうの、予習っていうか、はい、こうまあ、見てくれてる人がたくさん、ね、いるので、なんかその中で
こうできる限り自分が本当にこれがベストだって思うものを、やっていきたいなって思ってます。いや、なんかこういうお話を聞けるの楽しいですね。見てる気になってる、ね、話すことないだったら、うん、そうですよね、うん、見てる愛さんファンも楽しく聞いてくださってたらすごい嬉しいなと思うんですけれども、続いての質問も聞いていきたいなと思うんですが、はい、今愛さんといえば LA 在住で、まあ、アメリカと日本の違いといいますか、はい、なんかやっぱり愛さんご自身の揃えるコスメとか、まあ、メイクとか、それ以外のトータルのコスメとかもそうなんですけど、やっぱお買い物するときって日本でお買い物してたときと今とだと変わってきますか？どうですか？ね、違いますよね。やっぱ日本にいるとき東京に住んでたので、はいはい、すごいいろいろ手に入れやすいなって思います。なんかね、デパートに行けばバーってどこでもコスメ手に入れられるし、コスメキッチンに行けば、ね、オーガニックの商品も手に入れられるしって感じなんだけど、なんかアメリカだとなかなかこう、まあ、コロナになってからっていうのもあるんですけど、お店に直接買いに行くっていうのが一時期できなくなってて、今はできるんですけど、そうなんですよね。ただ今でも日本もどうなんだろう分かんないですけど、まだ、はいはい、触るときは言ってねみたいな。あ、うん、そうですね、まあ、必ず多分、うん、各お店で手指消毒のものが置いてあったりとか、うん、まあ、コスメキッチンのスタッフもそういう風に対応してくれてるかなと思うんですけど、多分デパートさんとかもカウンターのお姉さんが一回取ってっていう感じになるのかなと思うので、セルフでパッパッパっていう感じではきっとないのかなと。そうですよね。だからそう、私も結構行こうかなって思うんだけど、なんか気軽にさ、うん、手軽に触れないっていうところから最近は、うん、オンラインで買うことが多くなっているんですけど、うん、ただね、オーガニックの商品とかに関しては、うん、やっぱりそういうオーガニックスーパーに行けば手に入るんですけど、うん、ただ、うん、あまりにも莫大で何を手に取っていいかわからないっていうのも結構あって、だから、うん、もう本当にその時はこう今こういうことが体で起きてるんだけど、はい、何買ったらいいですかってそこにいる店員さんに聞いて、うん、っていうのをしてるのと、なんかそうですね、オーガニックのすごい専門のすごいいいお店があるんですけど、ちょっと遠くて、だからもう本当に行こうって決めてそこを目的として行ってる感じです、うん、だからなんか日本で買ってる時の方がもっともっとこういろんなところでコスメを見れてこう手に入りやすい印象です、それこそね、愛さん2人お子さんもいらっしゃるから、なんかその中で、うん、サクッとこう買いに行くっていうのもなかなか難しいですよね。時間を見つけて決めないとっていうところがきっとあるのかなと思うんですけど、はい、そうなんです。子供たちすごいコスメが好きだから、うん、もう行くと触りまくっちゃうんですよね。うーん、ぐしゃぐしゃにしちゃうっていうかだからこれはまずいと思って早く連れ出さなきゃっていう気持ちになるから、そう、なかなか一緒に連れてはいけないっていう感じ。それこそ愛さんのお仕事柄コスメがね、あるっていう環境がなんか慣れてるから、慣れ親しんでるみたいな。そうなんですね。そう、でもなんかそういう風に考えるとなんか日本だとすごい手に取りやすいんだなって感じますね、うん、いや本当になんかね、ちょっとこうすごいそういう、例えば CBD オイルとか多分カリフォルニアもすごく手に入りやすいので、うん、もうオーガニックスーパーもどこ行っても感じなんですけど、ただその中でこう厳選するのが難しいですよね。店員さんがいいって言っても、うん、なんか使ってみてなんか違うなとか、だからこうなんだろう、
どうなんですかね、日本なんかコスメキッチンの方とかすごいこうコスメキッチンっていろんなところに店舗があるから、すごいこうね、あの買いやすいっていうか行きやすいっていうか、なんか情報も入りやすいっていうか、なんかそんな感じがします。ありがとうございます。はい、ちょっとですね、次の質問がもしかしたら1個前の質問の内容にちょっとかぶってくるかなと思ってたんですけれども、はい、まあ愛さんのそのメイクってそれこそその輪郭細くしたいとか目を大きくしたいとか、なんかなんだろう、こういうモテる印象にしたいとか、なんかそんなあのメイクっていう感じじゃないなって思っていて、なんかすごくこう色が楽しいメイクをされてると思うんですけど、なんかこう愛さんから見て海外のメイクと日本のメイクの違いというか、あとそれこそ愛さんがされてるメイクのなんかこう日本での受けっていうんですかね、日本でのこうリアクションと海外でのリアクションと違いますか？違います。うん、違う、すごい違いますね。もう、それが私が一番こうなんか、あの一番最初にアメリカに来た時に、うん、こう美容師として働きたいなって思ってたんですけど、自分が好きな、うん、こうテイストのところがなかなかなかった、うんうんうん、なんかここでどうしても働きたいっていうところがなかなかなかったっていうのもそうなんですけど、うん、やっぱりあの自分の好きなものとは違うものを大体皆さん好きなのかなっていう感じはあります。まあでももちろんなんかその中でもこう、やっぱり私が好きな服とかファッションしてる方たちとか、例えばショップとかに行くとなんかで、なんかちょっと仲良くなってフォローとかしてもらうと、うん、なんか、やってるメイクがすごいいいねって言われます。だから、私の中ではすごくテイストがこうこっち系とあっち系みたいなのがあって、うん、そのやっぱりいいって言われたりとか、かわいいねってなんかどう何使ってるのって言われる人たちはあの、うん、ファッションもすごく似てると思います、うん、でしかもなんかエリアがあります、そのもうこのエリアが結構そういう人たちが多いみたいな、だから、うん、まあね、アメリカだからそんなにこう髪の毛を青にしててなんかすごい青だねとかは全く言われないんですけど、うんうん、ただ例えば近所のママさんでこういう色にしたい人はほとんどいないっていう。ほとんどいません。そうなんですね。あ、髪変えたのでイメージチェンジしたねみたいな感じは言われます。うん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 、ただやっぱりそういうこう、なんかそっちの方の、なんか私が好きなファッションの人たちのエリアの方に行くと、いいねって言うんですよね。いいねって言われる。でも、そうじゃないところではなんかあ、うん、すごいねみたいな、なんか暗い方がいいかもしれないけどっていう人も言いました。そうだ、こう自分は多分やらないと思うけどみたいな人も、だからやっぱりこうテイストっていうのはすごくあると思います。違いはやっぱあるんですね、うん、うん、あります。だからこう、うん、私はでもこうどちらかというとそっちに合わせていきたいというよりも、こうなんだろう、ファッションとこう、うん、馴染むようなっていうか、プラスになるようなメイクの方をできたら、こっちでもなんかもっとなんか広がっていったらいいなっていうか、うん、っていうふうに思いながら思ってます、はい、いや素敵。いやもう次の愛さんの髪色は何になるのかなとか、そうやりすぎちゃってね、楽しみにしてると思う。レイヤーとかどうしますよ、もう本当にやるのもなさすぎて。ねえ、皆さんきっと楽しみですよね。なんかこの後
はい、そう、今回告知のタイトルにも愛さんのリアルユーズアイテムが知りたいっていう風に書かせてもらってたんですけど、はい、その後ちょっとこう商品の実際に愛さんが今こうなんだろう一押しというか今お気に入りのコスメを実際に聞いているのでその紹介をさせていただくんですけど、なんか愛さんにご質問とかあれば後半にはい、皆様のご質問も読んでいきたいと思うので楽しみにしていただければと思います、はい、じゃあはい、お待ちかねの愛さんのお気に入りのアイテムなんですけれどもまずですね、はい、じゃじゃんじゃじゃんこちらですね。だんだん減っちゃってるけど私。はい、減ってます。こちらはこっちはこの前の買ったばっかり。はい。もう使ってる感がありますね。もうこれなもう何度目あの何付け足したか付け足す？あのレフィル。はい。はい。ウカのウェイクアップのシャンプーとトリートメントですね。はい。はい、こちらはでも何本目かわからないっていうおっしゃってるぐらいなので、うん、これです。あのパッケージが変わる前から使ってますか？あ、そうです、そうです、変わる前から使ってます、うん、あのそうなんですよね。もうえ何年前、うん、5、6年前、もう LA に来た時とかから使ってます。へー、うん、これ香りがいいですよね、うん、そうなんです。これってちょっとミント入ってるのかな、なんかこうスッとするんですよね。スッとスッとしますよね。ね、そうなんですよね。うん、その香りが好きすぎて、うん、妊娠中に、はい、ベイクアップアップアップ、あ、はいはい、もう寒くなるやつ。すごい寒くなっちゃうぐらいに使ってると思うんですけど、はい、うんうん、それにすごいハマって、はい、でもやっぱり冬場はちょっとあのウェイクアップが一番いいかなって思います、うんうんうん、もう本当にずっと使ってて、やっぱりこう私の中でオーガニックシャンプーってウカを使う前までは、こうブリーチ毛ともしかして相性が悪いのかなって思ってたんですよ、うんうんうん、でもすごくあのちゃんとしっとりするし香りもいいし、なんか1日経ってからの香りもいいし、それがすごく好きでもうずっとハマって使っております、うん、はい、いやそうですよね。今ちょっといっぱいシャンプー何なのか気になってる方がいらっしゃるので、うん、もう一回お伝えすると、うん、ウカシャンプーウェイクアップという名前です、こちらが、うん、でこちらがウカヘアトリートメントウェイクアップというもので、うん、今私が持ってるのが400ミリのサイズなんですけれども、うん、ミニサイズも実はございまして、うん、こんな感じの、はい、100ミリのお試しサイズなんかもあったりとか、レフィルもあるんですけれども、で香りがですね、ネロリだったりとかオレンジ、あとユーカリも入っていたり、ローズマリー、レモン、ラベンダー、ハッカー、グレープフルーツ、レモングラスなどなど、いっぱいこうバランスよく入っていて、なんかすっきりなんですけど、なんかすごくなんか元気になる香りですよね。そうなんですよね、うん、そうなんですよね、なんかそう結構すっきり系だと思います、うん、だからなんだろう、それこうなんだろうな、私の脳に刺激するんですよね、このなんかウェイクアップアップアップのそうなんですけど、はい、すごいこう、うん、なんだろう、スーって吸いたくなるっていうか深呼吸したくなる感じの、わかります、そう、うん、今私もつい嗅いだら深呼吸しちゃいましたけど、うん、すごくいい香り、そう、私もパッケージって感じ、思いっきりこうユーカリとかでスースーしすぎちゃう感じはないんですけど、なんとなくその1日頑張った頭皮を1回リセットしてくれるような、なんか軽くなる感覚はなんとなくありますよね、うんうんうん、あります、あります、そう、なんかお風呂場にその香りがバーって立ち込めるのもすごく、いいんだと思う、良いですよね、良い、うん、
そう、もうウェイクアップっていうぐらいなので、ちょっとこう軽い仕上がりなんですけど、張り腰を与えてふんわりする印象にしてくれるもので、まさにあの私は髪質が硬くて、もう一つナイティナイトとかの方が髪質的には合うんですけど、姉が猫っ毛でこれをよくプレゼントしてました、でもそっか、あのちょっと立ち上がりというか、そうふわってする仕上がりだから、はい、もしかしてこうブリーチでこうくたってなってる髪の毛とかにもいいのかもしれないですね。それはありますね、きっと、はい、はい、あ、そうですね、今1300ネイルオイルとかハンドクリームが、あの羽化でありますけど、また違う匂いですかっていうふうにコメントいただいていて、またちょっと違いますよね。なんか、あそこにフレッシュジューシーさがある感じ、また違います、ね、そう違いますね、でも統一して言えるのは私の脳を刺激する香りですこれも深呼吸系です。そう、なんかすごく愛さんは羽化の香りが、あの好みのイメージがとってもあります。そうなんです。なんですか ね。この脳をつかまれる感じっていうか、ね。掴まれますよね。いや、もうすごい好きじゃないんですよ、私匂いのものが。そもそも匂いついてるっていう時点で、あ、やめようって思うぐらい好きじゃないんですけど。なんか羽化の香りだけ、あ、もうそれこそこうリップとかで香りのするものは、もうその日一日中頭痛しちゃうんですよね。はいはいはい、なんか拭き取っても匂いが残ってて、でも羽化の香りはもうずーっとこうやって甘いのだからずっとこうやってなるぐらい大好き、ね、なんかもう取り憑かれたかのように嗅げるっていう、おかしいですもん、なんか本当そんな感じ、本当そんな感じ、でも本当に好きな香りって皆さん絶対そうなるだろうなと思うんですけど、なんかその中でも特にこのウェイクアップはなんかなんだろう、肺に入れたくなるっていう言い方はあれですけど、なんか肺に入れてなんか胃まで刺激するんですよ、私胃腸があんまり弱いから、胃腸が弱いからなんか、なんか胃まですっきりした気分になる、なんか食べ過ぎたなって思う時も、なんか1300とかもそうだし、ウェイクアップとかも、シャンプーとかするとすっごいすっきりするんですよね。ギリしますね、でもさっきつわりの時にもっていう風に、つわりの時にまさに使ってたっていう、使ってました、つわりの時はもう、もっと強い刺激が欲しくて、ウェイクアップ、アップアップだったんですけど、1300とかもずっと使って、もう話せなかった、それがないと、ないって思うくらいやばい人だった本当に本当にそんな感じで、そうだから、通常運転の時はメイクアップをずっと使ってます。はい、そう、このしかも羽化のいいところっていうのが、これリニューアル後のパッケージで、愛さんはリニューアル前から使ってらっしゃるっていうことなんですけど、まあ、リフィルが出たっていうところもそうですし、これがあのバイオマス容器に変わったので、とってもサスティナブルな取り組みっていうところも羽化さん取り組んでらっしゃるので、それもなんかこうやっぱそういうところに関心がある方は選ぶ基準になるアイテムなんじゃないかなと思います。そうですね、なんかちょうどいいですよね、あんまりこうあの場所も取りすぎないけど、でもしっかりをいっぱい入ってて、でレフィルがあるから、付け足せばいいっていう感じで、そうなんですよね、あとポンプ式に変わったっていうところと、インテリアの邪魔にならないっていうのも、そうなんです、可愛いですね、可愛いですよね、はい、ありがとうございます、はい、でそうですね、ウェイクアップよりしっとりするタイプのものありますかっていうコメントがあるんですけど、先ほどちょっと名前をちらっと出したナイティナイトっていうシリーズが、まあ、ウェイクアップと比較して香りがちょっとこう甘い
うん、甘くてなんて言ったらいいんですかね、うん、フルーティーな香り。そうですね、私もナイティナイトも使ってたんですよ、うん、以前、うんうん、もうちょっとこうウェイクアップよりも香りをしっかり感じるタイプのものがしっとりタイプなので、うん、あのしっとりの仕上がり、まあ、好みの方はそちらがおすすめなのかなと思うんですけど、お値段を私伝えてなかったので、はい、シャンプーがですね3850円、税込みで、こちらのトリートメントが5500円でございます、はいはい、で愛さんどれぐらい持ちますかっていうふうにコメントいただいてたんですけど、どうですか、どれぐらい持つ印象ですか。2ヶ月ぐらい使ってる気がするんですけど、でもね、うん、夫も使ってるんです。だから、はいはい、あでも私毎日洗ってないんですよ。あ油シャンとだから別に2日に1回ぐらいとかしかシャンプー使ってないので、はいはい、そうなんかこっちってすっごい乾燥してるから、もうなんか、はい、そうなんかは油分を剥がし取りすぎちゃう感じが。あーなるほど、そうなんです。だからそんなにあれなんですけど、うん、だからなのかな2ヶ月ぐらい持ちます、うん、でも400ミリ入ってるシャンプーって結構他と比較しても、うん、コスメキッチンで取り扱ってるものの中では、うん、割と大容量に入ってくるのかなと、うん、背が低いので、そんなにあの多く見えないんですけど、うん、結構こうぷっくり横に広がったデザインなので、うん、そうたっぷり入ってるので2ヶ月弱ぐらい持ちそうですよね。そうですね、それぐらいは全然持つと思います、うんうん、ちょっと私ミニサイズの値段は控えてくるのを忘れてしまったんですが、はい、あのそうですね、もうちょっと求めやすい価格になっているので、うん、ウェブストアでウェイクアップで検索していただいたら出てくるかなと思います、はい、ちょっと反転してると思いますが、はい、はい、愛さんのおすすめ第1弾です、はい、第1弾、はい、次もウカですね。そうなんです。一緒に紹介してたらよかったなと思いました。いいね。はい。あ、ちょっとなんか私の使い古した感がすごい今見た。リアル、リアルが出ました。リアル、リアル感がすごい。はい、私は今頃から出しておりますが。いいな。いいな。はい。こちらです。はい。じゃじゃん。剣山のバリカタ。ですね、はい、ですね、はい、そう剣山ソフトハードっていう風にあの、うん、ベーシックで2つあるんですけど、さらに硬いバリカタっていうのが、うん、割と最近だった気がするんですが、もう2年前とか1年前、うん、ちょっと前になるかなと思うんですが、うん、バリカタが出て、アイさんはバリカタをお愛用されているという、うん、なんかちゃんと髪の毛のなんかブリッジモンって結構、うん、はい、なんていうのかな、洗う時に、うん、あの髪の毛同士が結構くっついて、そういう絡みやすくなるんですよね、はい、なんかそこにちゃんと頭皮まで届くっていうのが一番ポイントだし、あとはやっぱりそういう櫛とかもあるんですけど、頭皮をこうやってとかも、そう、ブラシとかも もともと持ってたんですけど、そうするとやっぱり、うん、あのちょっと絡みすぎちゃうっていうのもあって、うん、すごいちょうどいいんですよね。ちゃんと頭皮まで届くし、ちゃんとスッと抜けるっていうの、うんうん、なのでもうこれがないとシャンプーした気持ちになれないです、うんうん、そうなんか結構最近だとリモートワークをされてて、うんあのうん、お風呂の外で頭皮のコリをほぐすっていう目的で使ってる方も多いんですけど、うん、もう愛さんみたいにお風呂の中でも使えるっていうのがこちらの良さでもあって、シリコン製なんですよね、うん、もう結構もう大人気商品なので持ってる方がすっごく多いんじゃないかなと思うんですが、でバリカタだと確かにあのちょっとハードよりもさらに硬さがもうその名前の通りあるので、うん、本当に全然髪の毛を絡ませず、うんうん、なんかこう頭皮の毛穴に入っていく感じがね、うんうん、ありますよね。ありますよね。いいですね、うん、外で使うの確かにいいなって今思いました。すごくいいです。
なんかシャンプーの時しか使ってなかったから。あ、本当ですか。もう頭痛がね結構あるんですよ私たまに。だからその時に良さそう。なんか画面とかもよく見てらっしゃるから、うん、男性疲労の人とかにはすっごくおすすめなんですけど、うん、バリ方だとこういう鎖骨とかゴリゴリ押してもらうとすごく確かに気持ちいいのと、こういうところとかもリンパに沿って流していくとすっごく気持ちいいんです。へー、あ、もうすでに頭痛の時に手先で使ったりしてますっていう。あ、うん、そうですよね。そう、今だからこの剣山を3個持ちとかされてる方がいらっしゃって、お風呂の中とそのデスク、リモートの方と、まあ、会社に持ってってる方もそれぞれいらっしゃるんですけど、お風呂と、うん、そう今お部屋とお風呂に2個買いましたっていう方いらっしゃいますけど、車内とかに持ち歩く方も、車移動が多いとかが車に1個常備してるっていうのも聞いたことがあります。なるほど、確かに。そうなんです。俺はいいかもしれない。なんか本当にシャンプーの時になんか泡立てるのこれでこうやってやりながらやってたんですけど、はい、頭のてっぺんのつぼ押しもいいです。そう、すっごい気持ちいいです。え、どういうこと、なんでですか。このあの一番上のつぼの名前を今ど忘れしちゃいましたけど、うん、ここに当てた状態でグーって押すだけでも、割り方だともう本当にちょっと力を入れるだけでもうじわーってこう降りてくる感じがきっとあると思います。なるほどね、わ、うん、かる。はい。あ、すごいなんか体がちょっとふわって暖かくなる。そうなりますよね。血が流れる、うん、そうなんです。へー、美容師なんて全然知らないんですけど、そのつぼとか。へー、100円。あ、そうですそうです、100円100円つぼ。はい、皆さんありがとうございます。そう、もし何かあればいいかもしれない、すいません、いいかもしれないって使われてるのではないでしょうか。え、あの、え、私使ってますよ、使ってます。あの、お風呂の中ですかね。お風呂の中で使ってるんです私。そう、愛さんはいつもシャンプーが髪が絡まっちゃうっていうところで、うん、こういう風に使ってらっしゃるそうなんですが、うんうん、お風呂の外で今まで使ってなかったっていう。そう、ね、いやいや、すごいよこれ、すごい、絶対もったいない、絶対あったかくなる。知らなかった。あいさん、もしご自宅に2個あれば、あります、お使いもすっごい気持ちいいので、お風呂の外とかでこういう風に、はい、それこそうかのあのきほさんと一緒にインスタライブさせてもらった時にも、うんうん、もう2個使いの話をしていただいたんですけど、すっごく気持ちいいので、耳の後ろとかも。すごい、あの、剣山でブラシでマッサージするようになって白髪が減る。すごい、すごいですね。うん、あれかな、血行が良くなったとかですかね。巡りが良くなって健康的な髪の毛が生えてくるようになったんですかね。へえ、ごめんなさい、コメント、あの剣山先削れて丸くない。いや、わかります。え、私も私物は丸くなってきました。嘘、私毎日使ってるけど優しくやってるのかな。あの方だから多分優しくいけるのかもですね。なるほど、へえ、いいですね。うんうん、あ、そう、お風呂でしか使ったことない方はマッサージやりましょう、一緒にぜひ使っていただきたい。なんか手とかもすごいいいかもって今なんかいい感じに血行が本当に良くなるんですね。良、うん、くなりましたよ、ふわっと。はい、はい、愛さんお気に入りでありながらちょっと発見があったよ。本当に良かったです、嬉しい。はい、あ、はい、そうですね、ピンクがだんだんっていう方はピンクのソフトを使っていただいていると思うんですけど、そう、うん、ソフトでもうちょっとあの刺激が欲しい方はハードとバリ型もありますので、うん、はい、お値段が2200円でございます。剣山でカタカナであのウェブストアでも検索していただければチェックできますので、はいはい、見ていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どんどんいただくと、これなんかすごい、あの、一つにすごい時間使ってるわ。テンション上がっちゃって、はい、すごい、まだあの、まだいっぱいある、お気に入りがあと
1,2,3,4,5 アイテムありますよね。終わるかな、はい、あと15分ぐらいになっちゃったんですけど、はい、紹介、はい、していきます、はい、きまでは、はい、次ですね、ベースメイクアイテム、あのポイントメイクが結構あるかなと思ってたらベースメイクアイテムだったんですけれども、うん、はい、まずですね、愛さんといえばというアイテムです、はい、私ですね、実はあのサンプルしか実はなくて、私ですね、実はすごい剥がれたのしかすいません、私もちょっと持ち帰りしてくるのを忘れてしまいまして、はい、持ちにあった、もうすごい大事に使ってるサンプルになるちょっと偽物なんですけれども、はい、カラーチューナーの PB ですね、 B です、はい、B です、はい、もうこれは大人気ですね、ムーのカラーチューナーの中でも、はい、愛さん手元に出してくださってありがとうございます、はい、もうこれで半顔だけ塗っちゃおうかな、お願いします。ずっとあれでしたね、ベースメイクを、そうなんですね、お二人出ていただいてたんですけど、はい、カラーチューナーもともと5色展開だったんですが、この愛さんのコラボの PB ペールブルーが出て、これ本当に大人気で、あの今も実は欠品をしてしまっていたんですが、あの実はですね、明日の10時そうなんです、そうなんです、明日の10時に再入荷できることになりまして、うん、なので、はい、もう結構今日見てくださってる方は愛さんファンが多いので持ってる方が多いのかなと思うんですけど、うん、あ、そうですね、ちょっと今コメントで文字で愛さんが見えないと来たので塗ってる間だけ、うんうん、なんか下に下げたらもしかして見える、あ、そうですよね、ヒュッて見えるかも、そうそうそう、下に下げたら一回こんな感じで半眼塗っていただきました、はい、こんな感じです、で、はい、全然違いますよね、やっぱり、うんうん、いや、やっぱ使うと、あ、違うって思うんですよね、もう、結構私はこういうなんかハイライト的な感じで使うことも多いです、はい、なんか夏になって結構焼けたんですよ、もう、うん、もう頭のてっぺんとか見てください、これあ、本当は違いますね、この分紫外線を浴びてるってことで、前髪になったからここなかったんですけど、うん、これやばいですよね、これやばいんですけど、これぐらい紫外線を浴びてたので結構焼けたんです、うん、なので、ね、あのここをあのポイントとして真ん中とかこのハイライトで入れたい部分とかに使うと、うん、すっごい自然なハイライトになりますよね。つけてないです。うんうんうん、あ、今あの初めて知ったっていう方がいらっしゃいました。よかった。もうこれすっごく、うん、あの大活躍するアイテムだと思うんですけど、はい、私もまさに日焼けというか、多分腸なのかもしれないんですけど、顔がすっごい土色みたいな日があって、うん、その時に。この PB にめちゃくちゃ助けられました、もう全然違うので、その日はいつもは中心だったんですけど、うん、全顔塗ってちょっとこの辺まで塗って、むしろ、うん、そしたらちょっと顔色がトーンアップしてメイクが乗る感じがあったので、うん、そんな時にも助けられたんですけど、そうですね、はい、そうですね、やっぱり結構しっかりブルーなので、透明感がすごい違うなって思います。出ますよね。うん、はい。そう、ホワイトとどう違いますかっていうふうにいただいてるんですけど、うん、まあ、ちょっとこう本当に見えないぐらいのパールももちろん入ってるとは思うんですが、うん、ホワイトの方がよりパール感があるので、うん、よくコスメキッチンのインスタライブで言ってるのは、本当に透き通るような透明感が欲しい方は PB、うん、がおすすめですよね。でなんかこう韓国のオルチャンメイクっていうんですかね、ああいう感じのツルンみたいにツルンピカンみたいなお肌にしたい方はホワイトパールが良いのかなと思うんですけど、はい、あ、ストック買いしてる方もいらっしゃいますね、いや、間違いないと思います、
ですよね。ちょっとこう上がった気になりましたね、はい、こっちやっぱり何もしてないから、うん、こうちょっと年齢を感じるというか、うん、でもこっち側キュッて上がった感じになりますよね、はい、あの、うん、今ほぼ中心この辺に、はい、うんうん、いや違いますよね、半々で、うん、なんか頬の位置がグンって上がった感じもありますし、うん、ね、透明感がすごく出るので、うん、はい、出ます、うん、ね、この PB、 あとは青みメイクをしたい方とかにも使っていただいているとよく聞きますが、うんうんうん、はい、そうですね、はい、お値段もお伝えしてなかったので、はい、今ご紹介しているのが、ムーのカラーチューナーのペールブルーなんですけれども、うん、今ちょっとウェブスター欠品してるんですが、明日の10時にちょうど再入荷できることになったので、チェックしていただきたいのと、お値段が3190円でございます。はい、ちょっと私が忘れてしまって、あのすごい初代のサンプル品がお家にあったのを見つけ出してめっちゃかっこいい。でも私もあの、はい、同じ感じなので、はいはい、ちょっと会社に置いてきてしまいまして、なのでこちらの、はいはい、色しかお見せできなくて申し訳ないですが、はい、カラチューナの PB、 まず愛さんといえばということでご紹介いただきました。はい、続いてもベースのアイテムですね。そうですね、はい、これは正直意外でした。でも私、そうなんだ、意外でした、このカラーなんだと思って、そうなんだ、ナチュラルグラッセ、はい、ナチュラルグラッセでもすごい好きでした。なんか、うんうんうん、そうメイクアップベースとファンデーションが一緒になってるっていうぐらい、うん、ちょっとカバー力もあるんですよね。なんか PB、ね、PB ももちろんこのままでも全然なんかすっていろんなものがこう消し去ってくれる感覚もあるですけど、はい、こっちも結構良くて、なんか自然なふんわり、なんか柔らかい、なんていうの、あの血色感もちゃんと残しつつ、うん、カバーしてくれるっていう感じです、はい、ちょっとこっち側だけ塗ります。 ありがとうございます。今愛さんが塗ってくださってるのがナチュラグラッセのメイクアップクリームカラープラスのラベンダーピンクですね。実は先月インスタライブさせていただいた時にこちらをご紹介させていただいて、ラベンダーピンクと、こちらのミントグリーンと2色あったんですが、今回愛さんはラベンダーピンクをお選びいただいて、さっきお話しいただいた通りファンデーションベージュにラベンダーピンク の、 あのお色が混ざっているようなイメージなので、ファンデーション兼カラー補正という、はい、だから本当になんかナチュラルな肌に仕上げたい人とかはすごい、うんうんうん、あの忙しい人とかにもいいなって思ったんですよね、うん、なんかいいですね。なかなか、うん、こう下地塗ってファンデーション塗ってっていう感じで時間がない人って結構多いと思うので、うんうん、朝とか、うん、なんかその時に、はい、あやばいっていう時にバーってバッて塗れるのが一本あるとすごい便利だなって思いました。いや、うん、そう思います、まさにそうですね、うん、なんかこちらもさっきのものも、うん、ムーのカラーチューナーの PB も石鹸オフできるっていうところと、こちらは、うん、SPF44 で PA3 プラスで、うん、さらにブルーライトカットもあるので、うん、なんかこっちだとこれ一本でパパって済ませたい時で、うん、でもカラチューナ PB だと、うん、なんか他のファンデーション使う場所が全然少量でいけるじゃないですか、うん、なのでなんかメリハリつけられるのはすごいカラチューナだなって感じます。なんか色が結構はっきりしてるので、その分本当に、うん、凹凸をちゃんとつけられるっていうのは、うん、こっちだと思います。そうですね、だから本当になんか今日本当に何もやる時間ないな、でもせめて日焼け止めだけでもっていう時に代わりにこれを使うと、うん、日焼け止めも入ってるしファンデーションも入ってるしベースにもなるし色も入ってるしみたいな感じで、この良い血色感を残しながら、そう、忙しい方とかにおすすめですね、うん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 、はいはい、ありがとうございます。なんか、はい、どちらの方がメイク崩れにくいですかっていう風にいただいてるんですけど、どちらも、うん、すごくそこはなんていうかカバーしてくれるというか、そうですね、これ一本なので単純に層が薄いじゃないですか、うん、だからなんかぐちゃっていう崩れ方は
私も感じないですし、うん、カラーチューナーもファンデーション崩れっていう感じじゃないので、うん、なんか素肌を活かせるのはカラーチューナーだと思うんですけど、うん、なのでどっちもそんなに崩れるっていう印象はないです。うん、本当にないと思います。はい、うん、ありがとうございます。はい、はい、愛さんの色比べしてたライブ見てラベンダーピンクをゲットしてくれた方とか、ね、うん、ピンク愛用されてる方多いですね。そうですよね、お肌に合う方がもしかして多いのかもしれないですよね、ラベンダーね、うん、そうですね、うん、そうですね、はい、うん、こちらのお値段を私また伝えてないんですけれども、はい、メイクアップクリームカラープラスが3080円税込みでございます。はい、はい、ありがとうございます。あ、確かに混ぜて使ってるっていう感じ、うん、良さそう、確かにそれ良さそうですね、はい、ありがとうございます。続いてもベースアイテムですね、はいはい、これは愛さんがすごくいいとインスタでアップされてるのは私も見ましたが、はい、ファミュのエバーグロウクッション、はい、リニューアルしたものですね。はい、はい、アイさんはどの色を使ってますか？私ライブベージュ使ってます。前の色からずっとライブベージュ使ってます。確かに、うん、ずっとライブベージュ使ってらっしゃいますよね、うん、そう、今回のリニューアルしたタイミングで、ナチュラルベージュとライブベージュ、愛さんも使っているライブベージュと、うん、あとはベリーベージュっていうオイルが新しく入ったんですけれども、うん、3色ですね。今愛さんがライブベージュをお顔に塗っていっていただいてるので、はい、ちょっと私3色出していきたいと思います、はい、どんなところがお気に入りですか？いやー、これはなんか、はい、リニューアル前も本当にずっと愛用してたんですけど、うん、なんかなんだろう、もうちょっとカバー力が上がった気がしてて、上がった気がします。で、使いやすくなったっていうのと、あとは重ね塗りをいくらしても、うん、なんかこう厚塗りにならない、ならないですよね。なんかファンデーションって私結構こう本当に少量ずつつけるんですよね、はい、っていうのもなんかそうじゃないと、うん、なんかなんだろう、こうすごい厚ぼったく層ができる感じがしてしまう、うん、出たので、うん、なので恐る恐るちょっとずつちょっとずつつけていってたんですけど今まで、うん、で、はい、この前、はい、あ、結構ボッてつけすぎたなって思ってた時があったんです、はい、ライブ中に、うん、あれつけすぎたかもって言ってなんか伸ばしてたんですけど、うん、なんかその後こう素肌感をそのまま残しつつ、うん、夜までちゃんとカバーできてました。そう、これすごいリニューアルして、うん、さらにもともと人気でしたけど、うん、人気でリピーターさんが多かったんですけど、うん、さらに良くなったなって思っていて、うん、あ、うん、すごい綺麗、うん、うん、はい、素肌感を重視する人はもうファミュ一択っていう、うんうんうん、はい、そうですね、うん、水分量がやっぱり他のものと全然違う感じがしますね、うんうんうん、なんかファンデーションっていう感じがあんまりしない、こう、うん、なんか美容液っていうかそれぐらいの、うん、みずみずしい感じの中にファンデーションが混ざってる感じの気持ちです、うんうん、でもまさに実はそうで、もともと精製水使ってたところをカメリアウォーター、うん、を使っていたりとか、少量カメリアオイルも混ぜてくれたことによって、その日中の崩れというか酸化しちゃってちょっとくすんだったりとかっていうのがなりにくくなったりとか、肌にもフィットするようになって、もう肌荒れ防止成分とかも入ってるんですよ。本当につけてる方がいいんじゃないかっていうような、ね、ファンデーションなんですけど、愛さんはこの真ん中のライブベージュを使ってらっしゃいます。はい、ナチュラルベージュ、ライブベージュ、ベリーベージュ、はい、めっちゃカバーできた感じする。うん、すごい綺麗ですよね。うん、うん、ありがとうございます。今、はい、そう、このファンデーションもですね、リニューアルしてから早速大人気で、ちょっと品薄らしいんです。なかなかちょっと入手困難になりつつあるんですが、欠品してるものに関しては、週末あたりかもしくは来週ぐらいに再入荷するそうです、うん、なので、はい、今日見て、
初めて気になった人はちょっとそのあたりでチェックしていただければなと思います、はいはいはい、ちょっともっと聞いていきたいところですが、はいはい、ポイントメイクに行きたいと思います。はい、はい、あと2アイテムですね。アイテム、はいはい、まずこちらじゃじゃん、スナイデルビューティーミラーですね、はい、スナイデルビューティーのマスカラでございます。マスカラでございます、はい、もう、うん、もうなんていうの、塗りやすい塗りやすい塗りやすい、 塗りやすいのと、なんかもうまつげにもう1回ですって、あれもういいんじゃないかなって思うぐらいすごいフィットしてきやすいっていうのと、あと目の下とかに落ちない、あ、うん、あとお湯でオフできる、もうなんか全部揃ってるかも、私が絶対に気にするポイントだから、もう夜になって、あ、すごいこうやって撮るのって結構手間なんですよね、だからスッて撮れるとどんなに嬉しいかって感じなんですけど、うん、もうあとはなんだろう、こう一本一本が綺麗な、あの毛にちゃんと絡みついて、一本一本がこうダマにならないでスッて、はいはい、っていうのが大好きで、うん、いやもう本当に今愛さんが伝えてくださった通りで、こういうスパイラル状の形状になっているマスカラなんですけれども、なんかその愛さんが言ってたような一本一本こう絡んでしっかりついてくれるマスカラって、まさにこうお洋風しにくかったりとか、クレンジングで落ちにくいっていうあのストレスがあると思うんですけど、全然ないですよね。ないです、ないんです、うん、なんかちょっと長めですもんね、その、 あのブラシが、あ、うん、そうですね、ちょっと長めで細めだから結構小回りが効く、うんうんうん、でも一気に塗れるみたいな感じです、うん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 、なんかおそらくこういうナチュラルオーガニックのマスカラとかって結構時間が経ってくると液が固めというか硬くなってくるじゃないですか、だからこう落とす分が結構多くなってくると思うんですよ、ね、後半になるにつれて、なんかそれも全然ないなっていうのがスナイデルビューティー良さだなと、そうですね、個人的に思います、うん、で愛さんはこれ全部で5色とあと限定色で1色、うん、あのあるんですけれども、あのどの色がお気に入りですか。私ね、黒なんですよね。黒、黒なんですよね。なんか何かっていうと、うん、他の色もものすごい可愛いから大好きなんですけど、うん、やっぱり自分の中で黒いマスカラってあんまりこう、うん、最近使ってなかった、うん、なんですけど、うん、このスナイデルビューティーの黒を使った時に、うん、こう黒いマスカラってやっぱり目の下にちょっと落ちやすかったりとか、なんかこう気になる部分が結構いっぱいあって、なんかダマになるとすごい目立つし、うん、そうでそこであんまり使ってなかったんですけど、ナチュラルな感じがいいなと思ってた、はい、でもなんかその、 あの私が気になるポイントが全部ないっていうのが、うん、あの黒を選ぶんだったらスナイデルビューティーなのかなって思うぐらい、わなんかマスクがちゃんと一本一本綺麗に自然にこう根元にボテってついたりしないんですよね、うん、根元からちゃんと一本一本こうセパレートになってつくことができる、うん、でもしボテってついたとしても、あのこうちゃんとコームっていうか口で溶かせばすごい綺麗な巣っていう、うん、そうあのまつげになるのちょっと塗りながらいきますね。あ、お願いします、はい、でも確かに今最近黒使ってないな、うん、気になるっていうコメントもありますけど、うんうん、まさになんかカラーマスカラがすごく流行ってますし、うん、愛さんめちゃくちゃカラーマスカラのイメージが強いの で、きっとあのいつも愛さんのインスタライブを見てらっしゃる方もカラーマスカラを手に取る方が多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかこれだったら確かにこうバッサバサのボリュームのある目力のある黒っていう感じに仕上がらないので、うんうんうん、それが愛さんっぽいといえばそうですよね。そうなんですよね。なんか、うん、あとやっぱり黒ってこうみんなが使ってるだけあって、はいはい、こうちゃんと目力が出る、だからアイライナーをすごいしっかり頑張って塗ったりしなくても、はい、黒が黒のマスカラだけでも結構いけるんです。固まる、ちょっと待って、こちらだけ
違います。あの今の人でも分かります。あの下まつげもすごいつけやすいんです。わかります。なんかこれ、うん、最初にデビューするタイミングでそのスナイデルビューティーの担当の方から研修をしてもらった時に、はい、その日本人のなんか細くてちょっとこう弱いまつげもキャッチしやすいようにっていうのは、うん、あの考えて作ってらっしゃると聞きました、うんうん、違いますね。ね、あすごい、うん、そうなんです。しかも今ビューラーもそ全然してなかった。ビューラーちょっと、うん、もうあのちょっとだけちょっとだけしてるぐらいの感じですね、うんうん、ほとんどしてあちょっと落ちてるからあれなんですけど、うんうんうん、でもなんかその感じがまた可愛いですね、うんうん、そうなんです、やっぱ黒いマスカラってもうすごいボリュームがいっぱいでもうなんかゴリゴリにつけてみたいな感じのイメージだったからあんまり使ってなかったんですけど、自然なまつげをそのまま綺麗に生かすっていう感じがで、プラスこうアイライナーしなくてもちゃんと目がパチッて見えるっていうのもすごい大きいポイントなのかなって思います。うん、うん、いやいいですよね。そうなんかまさにアイさんがこのスナイデルビューティーのマスカラの名前を挙げてくださった時にちょっと個人的に嬉しかったのが、最近もう青髪にしてからずっとこの5番のカーキをつけてて、なんかカーキなんですけどちょっとなんか映るのかわかんないんですがなんか髪色と同じだねって言われて、なんかそれが嬉しくてずっとこの5番を最近ヘビロテしてたところだったので、うんうん、まさにそのなんか塗りやすさとか、うん、ダマにならないとかっていうところがすごく共感できたんですけど、うんうん、スナイデルビューティーのマスカラまだ使ったことがないという方はぜひ使っていただきたいですね。カラーも結構感動する使い心地なんです、うん、本当に。わかります、わかります。使い心地がデビューした時にマスカラが一番ときめいたかもしれない。いや、そう、そうです、うん、マスカラが本当に塗りやすいって、うん、なんかこうどんな感じなんだろうって開けてみて、うん、結構長めなんだなと思って、うん、でも液がそんなにこうあの、うん、なんだろう粘度がそんなにないなって思ったんですね、うんうん、そうでつけてみたらこうもう一番最初のこの何ベースにガッてつけるときにすごいあ、うん、違うっていうのが分かると思います。分かります、分かります。 ねそうすっごくいいんですよね、うん、なんか改めてこれをきっかけにこんだけこうカラーがあるんですけど、うん、黒を使ってみるっていうのも、ね、うん、良いんじゃないかなと思います。なんかやっぱ秋冬って結構色味が重くなるので、そこにやっぱ軽すぎるメイクよりもちょっとしっかりしたメイクをやってあげるとバランスが取りやすくなるのかなとも思うので、うんうん、いいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、スナイデルビューティーのディファイニングマスカラですね、こちらが、はい、お値段がちょっと待ってくださいね、2800円、3080円ですね、税込み全部で5色と、これが EX01 番限定色のお湯になっております、はいはい、でお湯オフできるフィルムタイプとなっております。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後のアイテムです。はいはい、最後のアイテムがですね、はい、今ちょっとずらーっとあるんですが、はい、トーンのペタルフロートアイシャドウ、最近アイさんまんべんなく使ってくださってるということだったんですが、今日特にお気に入りのカラーをあのご紹介いただけるということで、はい、持ってくださっております、はい、06番のお色ですね、はい、ブルーの髪の毛っていうのもあるんですけど、はい、てか渡辺さんの髪の色と服の色じゃないこれこれっていう風になってる。でも本当になんかあの髪の毛青じゃなくても結構ブルーって難しいんですよね、うん、ブルーってすごいこう古くもなりやすいし、うん、やっぱこうブルーってなんだろうな90年代のメイクみたいな感じに全体的に塗るとなりやすいものが多いんですけど、うん、このブルーって全然違くて、うん、それがすごく好きです、うん、
そういいですよね、うん、この色はまさにあの、うん、ペタルフロータイシャドウが発売した当初からもうすっごく大人気で、うん、最初欠品してしまってたほどだったんですよ。ブルーが大人気ってすごいなと思ってたんですけど、うん、はい、可愛いですね。なんかちょっとこうダスティーブルーじゃないけど、はいはい、ちょっとグレーが混ざった感じのブルーなので、うん、使いやすいと思います、いろんな人が使いやすいですよね、うん、なんかアイさんとどんな風に使うのか見たいですよね、はい、ですね、これ、はい、あの全体に塗らない方が可愛いと思ってて、うん、まずブルーを塗っていきますね、はい、手で、はい、この何目尻目尻にすってのせます。はい、肌にのせるとちょっとだけグレーな感じになると思うんですけど、うん、こんな感じで塗ります。アイさんのライブを見てこの色をゲットしたという方がいらっしゃいます。嬉しい。いやでも本当に使いやすいんですよこの色、うん、でそしたら、うん、この茶色を、はい、細く入れたくて、うんうんうん、細く入れたいのでちょっと筆でやっちゃいますね、はい、筆でこのギリギリのところに、はい、なんかアイラインの代わりみたいな感じで、うん、細く入れていきます。ちょっと私ちょっと指で頑張って入れていきます、はいはい、細くですね、うん、細く、そうブルーの下に茶色がちょっとくる感じで乗せていきます、うん、こんな感じ。もう目頭までいってますか？うん、あの目尻だけです。これ両方目尻だけで、上の層にブルーが来て、下の層に茶色が来る感じです。そう、ちょっとアイラインみたいな感じ。そう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 。で入れると、ブルーとかに全体に来るとちょっと難しい感じなんですけど、はいはいはい、外側に中心に入れてあげるとすごい、あのなんかマスカラしてるのかなぐらいな感じの雰囲気の、うん、あの柔らかいブルーになるので、うんうんうん、かわいいと思います。いや一気に雰囲気が変わりますね、うん、変わりますよね。いい、そう、うん、ちょっとグレーが入ってる分あの、うん、そこがなんだろう、あの水色すぎないっていうか、うんうん、そう目頭まで塗らないことがポイントです、うん、本当にそうです。うん、目頭まで塗っちゃってもいいんですけど、もちろんファッションとかに行っては、うん、ただ塗らない方が使いやすいと思います。うん、うん、はい、あすごい、さすが愛さんですと、うん、ブルーが使いこなせたことがないというコメントをいただいてたりもするのでね、うん、ぜひ試してほしいですよね、やってみてほしい、本当にすごい、うん、すごい好きなあの、うん、色です。かわいい、はい、はい、また会いますね、青髪にね、うん、会いますね、私たちが青髪に、ね、いいですね、いいですね、黒髪でももちろん会います、黒髪でももちろん、はい、もちろん会いますよね、うん、結構どんな髪色でどんな肌の色でも、うん、そうなんじゃないかなっていう、うん、そう難しいところですよね、なんか、うん、そこなんだろう、いろんな人に合うブルーを作るっていうのはすごい難しいと思うんですけど、うんうん、あの結構いろんな人に合います、うん、はい、ありがとうございます。多分そのちょこちょんちょんって塗ってる感じでも黒のマスカラをね、うん、使ってるので、うん、はい、それですごくバランスがとっても素敵なんじゃないかなと感じました、うん、そう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 、そうだと思う、はい、うん、うんうん、あーなるほど、なんかクマが濃い方、うん、ブルーが難しいというのは確かに私もちょっと共感できるポイントかも、うんうん、そうですね、だから、目の下のここのクマですよね、うん、でも渡辺さん全然気にならないかもしれない今、私今今日すっごいライトでわかんないですけど、結構ライトが見えるとクマがあるんですけど、うん、だから目の下をちゃんと明るい色にしてあげるとか、うん、もうブルーは絶対に目の下まで塗らない、茶色も塗らないっていう風にして、うん、もうあの目の下はちょっとオレンジとか全然正反対なので、しっかりこう隠してあげて明るい
肌よりもちょっとだけ明るい色でもいいですね。それで塗ってブルーを足すと、だからベースはしっかり、カバーした方がいいかなって思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、愛さんもたくさんインスタライブで他のカラーもバーッとご紹介してくださってるので、はい、ぜひ他のカラーは愛さんのインスタなんかをチェックしていただいたら良いんじゃないかなと思うんですが、まあ、今特に一押しということで06番をご紹介いただきました、うん、ペタルフロートアイシャドウがお値段がですね、私ちょっと控えてくるのを忘れていたので、またあの後ほど、はい、ストーリーズでアップしたいと思います。はい、ありがとうございます。もうたくさんお話をしてしまったんですけれどもきっとあのライブ後半でプレゼント の、 あの発表とハッシュタグですね、スペシャルワードの発表があるので、それを待ってくださってた方なんかもいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、まず先にプレゼントからお伝えしましょうか、はいはい、プレゼント、あ、今ちょっとちらっとここで見えちゃったんですけど、はい、こちら、スナイデルビューティーのディファイニングマスカラ01番のブラックでございます。そう、これがですね、今回このブラックにした理由が、まあ、愛さんがそれこそいつもカラーマスカラのイメージが皆さんお持ちの方も多いと思うんですけど、きっと愛さんのフォロワーさんも黒持ってる方は少ないんじゃないかっていうのを提案してくださって、まさにということで今回このブラックをプレゼントのまず一つ目として、はいはい、決めさせていただきました、はいはい、そしてもう一つですね、もう愛さんといえば、うん、ちょっとこのサンプルの目を隠すことになっちゃってごめん、ほぼ見えてない、はい、私の大失態でちょっとこの原品じゃないんですが、カラーチューナーの、はいはい、PB ですね、ムーのカラーチューナー PB を、はい、アイさん、これコラボレーションアイテムということで、この2つ原品でプレゼントさせていただきますので、はいはい、限定1名様とさせていただきます。あの、はい、今日のライブの冒頭で応募条件ご説明してますので、はい、ぜひチェックしていただければと思うんですが、はい、ハッシュタグですね、はい、私からちょっとお伝えさせていただきつつコメントに打ちたいと思います。はい、まあ、愛さんといえばそのままアカウント名にもなってますけれども、はい、愛みとま CK300K でございます。ちょっと、はい、これで打ち込みました。はい、多分 300K の最後の K、 大文字でも小文字でも同じように引っかかるかなと思うので、うんうん、はい、あいみとま CK300K すべて、はい、ローマ字で、はい、いただければと思います。はい、お待ちしておりますたくさん投稿いただけたら嬉しいなと思いますので、はい、応募期間が、ちょうど今日のライブスタートから、日曜日の10時までとさせていただいておりますので、うん、その期間内に投稿されている方で厳選して1名様のみなんですが、はい、プレゼントさせていただきたいと思いますので、はい、最後まで見てくださった方がね、あの投稿してくださったら嬉しいなと思っております。はい、そうですね、最後ご質問タイムなんかもと思ってたんですが、はい、ほぼほぼ愛さんコメント読みながら答えて、そうなんです、気になっちゃってそうねでもなのでまんべんなくお答えはできてるかなと思いますので、はいはい、お時間もありますのでこの辺で、はいはい、終わりにしたいなと思います。最後、はい、あんさん、はい、一言いただきたいですが、そうですね、はい、いや、コスメキッチンさんには本当にあの私がもう昔からお世話になっておりまして、300系おめでとうございます、はい、本当になんかやっぱりオーガニックの商品ってこうやっぱお子さんいる方ももちろんそうだし、私も結構いつも
気を使うんですよね、子供といるときは。なんかちょっと香りがしすぎるリップとかをつけてると、うん、まあ、ちょっとどうかなって思っ、なんか無意識に思ったりとか、うん、なんかやっぱり子供が手に取っても大丈夫な商品っていうので、うん、本当に大好きで、いつも日本に行ったら必ずお店の方に寄らせていただいてるんですけど、うん、こうすごくこれからもいろんな可愛くて、しかもオーガニックなんだけど、トーンのペタルアイシャドウみたいに本当にキュンとするような色味だったりとか、あとはマスカラみたいに本当にこうまつげがスッと見えたりとか、そういう機能的にも最高な商品がをたくさん出していただいて本当に嬉しいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。お願いします。私も買いたいと思います。ありがとうございます、はい、はい、すごい嬉しい。なんかもういつもいろんなアイテムを愛さんらしくというか、うん、愛さんマジックでもうすごいこんな使い方もあるんだなみたいな発見をいつもむしろいただいている側なので、はい、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。最後ぜひ愛さんのリップ、あ、そうだ、そうなんです、はい、リップご紹介いただくの忘れちゃってました。そうですね、そうなんです。それこそ私スナイデルビューティーでして、はい、なんか最初これつけたんです、はい、トーン、あ、うん、ごめんなさい、スナイデルとかスナイデル、え、ルージュスナイデルマット02番を、あ、そうですね、そう、はい、つけた上にもうちょっとなんか血色感が欲しいなと思ったので、うん、上からマット06番を足しました。うん、かわいい、はい、すごいかわいい色だなと初めから思っておりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そうですね、ちょっと1個だけお答えしたいんですけれども、はい、ハッシュタグのところで、あいみとまスペース CK300K っていう風に書いてくださってるんですけれども、スペースつけちゃうと私たちがハッシュタグ見つけられなくなっちゃうので、スペースなしであいみとま CK300K 続けた状態で投稿していただければなと思います。はい、それではあいさん、すごいごめんなさい、時間がオーバーしちゃったんですけれども、すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではでは、いるのを楽しみにしてます。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。